アッシュコチドリは、チドリもクチドリかチドリ属に分類される鳥類の一種。ユーラシア大陸の中緯度地方以北の熱帯から、アカンタイ地域の広範囲で繁殖し、冬季になると、アフリカ大陸北部やユーラシア大陸南部で越冬する。日本ではアッシュコチドリが、夏季に、本州、四国、九州で繁殖する。西日本以南の団地では、少数が越冬する。 南西諸島では冬鳥。全長が約16センチメートル。翼海長が約35センチメートル。日本の千鳥類では最小の種。頭頂部と背面は肺褐色、腹面は白い羽毛で覆われる。目の周囲の羽毛は黄色。この太い黄色のアイリングが特徴で、金縁種の端ろこ千鳥はアイリングがほとんど目立たず、イカル地鳥のアイリングは、 より細い。他の千鳥類と異なり、翼の上面に翼体がない。くちばしから目を通り側頭部へ続く黒い筋模様が入る。額にも黒い反紋が入り、下岸線と交わる。喉から後頭部にかけての羽毛は白い。頸部には黒い首輪状の反紋が入る。死はオレンジ。夏和ではこの反紋が黒いが、冬和では薄くなる。 また、陰頭部にも首輪状の黒い反紋がある。冬場では、目の周囲の黄色いアイリングの幅が小さくなる。雌ゆほぼ同色。胸の黒い帯は、オスの方が太い抵抗がある。目の周囲の太い下岸線は、オスが黒色で、メスは、褐色味を帯び黒色。幼鳥は、全体の色がより褐色味を帯び、機体に黒帯がない。海岸や、 河川の中流域、湖、池、沼、水田、畑等に生息する。渡りの時期には、山地の明けた草原に飛来することもある。植生は、動物食で、昆虫類、ミミズ類などの接触動物を食べる。ユスリカ類の小型昆虫をよく食べる。水田や干潟などで再食することもある。俗に日鳥足と呼ばれるジグザグとした移動と生死を。 織り混ぜて素早く、獲物に爪より捕食する。浅い水辺で片足を震わせて、地面を叩くようにして、水生昆虫をおびき出して捕食することもある。繁殖形態は乱生。海岸の砂浜や、埋め立て地、内陸の畑や、造成地などに巣を作る。浅い窪地を掘り小石や、貝殻等を敷いた巣に、日本では4の7月に1回に3から4個の卵を産む。 私有交代で放卵し、放卵期間は24から25日。親は巣に外敵が近づくと翼を広げて、身をかがめ傷ついたふりをして巣から離れ、外敵の注意を巣から逸らす。ひなはその間じっとして動かず、保護色により、周囲の小石特別がつきづらくなる。ひなは孵化後半日ほどで巣を離れ、親と一緒に再食するようになる。 生後24から29日ほどで飛翔できるようになり、その後8から25日で独立する。生後1から2年で生成熟する。ピピーピョと鳴き、繁殖期にはビュービューと鳴きながら飛翔する。以下の亜種に分類されている。国際自然保護連合により、レッドリストの経度懸念の指定を受けている。個体数は安定傾向にある。日本では以下の都道府県で、 レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。